コンクリート構造物品質確保、施工工事に関する講習会としまして、川崎トンネルでは、コンクリートの配合選定、復興コンクリートの品質確保について取り組みました。すみません。川津トンネル小鍋地区工事の概要です。工事名は平成31年度川津下田道路小鍋地区工事、発注者国土交通省中部地方整備局です。工事場所ですが、静岡県の伊豆半島の先に位置している川津町でトンネル工事を行っています。伊豆縦貫自動車道の一部を構成する川津下田道路のうち、川津インターチェンジ、逆さ川インターチェンジの間の川津トンネル全長1884メートルのうち、小鍋地区工事487メートルを工事延長770メートルを建設する工事です。次に、川津トンネルの地質ですが、火山灰が堆積した凝灰質砂岩が主体の湯ヶ島層群、溶岩が冷えて構成される安山岩主体の白浜層群の地質で構成されております。復興コンクリートの概要ですが、復興の厚さは設計で鉄筋区間では350ミリ、無菌区間では300ミリとなっております。右にあるようにトンネルの構成型枠、通称セントルを用いて、1ブロックあたり10.1メーターから10.5メーターの延長で、当現場では総延長512メートル49ブロックの施工を行っています。本日のまでの時点で38ブロックまで完了しております。また、コンクリートの当初設計は、配合設計は18の15の25の BB でした。次に、復興コンクリートを施工する上での課題について説明します。イラストは、トンネル復興コンクリートの劣化しやすい部位と、不具合の発生部位について示しています。積雪、寒冷の気候に伴う工具地部の当該による劣化や、陶器の塩化カルシウムを散布することから工具地部の塩害が懸念されます。また、施工目地部の浮き、剥落が施工中に生じる不具合のほか、天板の充填不良、背面空洞などが挙げられます。また、乾燥収縮、インバート拘束によるひび割れなど、施工する上での復興が劣化する様々な要因があります。以上のような劣化する要因を施工中に出さないために、当現場では復興の品質向上の対策を行いました。まず、復興コンクリートの施工フローを示します。構成型枠セントルを移動してセットした後に、復興コンクリートを打設します。打設後、養生し、脱形して、さらに移動してセットということで、この作業を繰り返して施工を進めていきます。現場では品質向上対策として2つの大きく分けて工夫をしております。1つ目は材料の工夫です。2つ目は施工の工夫です。1つ目は、ひび割れ抵抗性を目的に合成炭素繊維補強材クラックバスターを添加しました。クラックバスターを添加することによってスランプロスが発生するのですけども、その配合選定については後ほど説明いたします。次に、打ち継ぎ部の緻密性向上を目的に、コンクリート表面に珪酸塩系表面含振剤 CS21 ネオを塗布いたしました。次に、施工での工夫です。1つ目は、打ち継ぎ部の角の押し当て防止を目的に、クラック防止センサーを設置いたしました。次に、打ち継ぎ部の強度低下防止を目的に、ブリジング水の排水と残留エアの排出を行いました。続いて、3つ目、脱形時の強度増進を目的に、セントル加温養生システムを実施いたしました。また、復興完了後の側壁部に対して長期養生を目的に、ビニールシートを設置いたしました。
5つ目に、施工目地の剥離、剥落、ひび割れ防止を目的に、合成樹脂塗料、耐光ペイントを塗布し、目地部の平滑化をいたしました。次に先ほど述べた復興コンクリートの配合選定について話します。背景として、現設計では18-15-25BB であります。復興コンクリートの施工時期が主に夏場ということで、コンクリートのスランプロスが懸念されます。また、クラックバスターを添加することによって、コンクリートの流動性を確保しなければなりません。こういった理由で、復興の品質確保を目的に、通常の室内試験だけではなく、現設計を配合を見直すために、実機試験練りを実施いたしました。室内試験については、今年の2月25日実施しております。また、実機試験練りにつきましては、季節がある程度暖かくなった時期を目指して、試験練りを、いたしました。室内試験では、仕様書にある WIC60% 以下、単位数量175キロから、当初は 18-15-25BB でした。その後、天馬部の打ち込み時の流動性の確保ということで、スランプを18センチに上げております。さらに、クラックバスター点火時にスランプが3センチほど低下いたしますので、点火分を考慮し、24-21-20BB というような配合を選定しました。室内試験での課題では、24-21-20BB はスランプロスが大きかったです。また、24-21-20N については、アルカリ固定反応が懸念されました。室内試験の課題を確認するため、続いて実機試験練りを実施いたしました。結果についてですが、24-21-20BB につきましては、使用するコマ材料の添加量を増やしましたが、スランプロスは改善されませんでした。次に、24-21-20N につきましては、室内試験練りと同様、スランプロスは小さく、正常に特に大きなものではありませんでした。ただし、アルカリ固定反応が懸念されておりました。次に、使用する砂、固定剤について確認したものを事項に示します。現場のコンクリートで使用している気密砂、富士川砕石、山梨砕石を、実施基準及びそれよりもより厳しい JR 東日本基準で確認した場合、アルカリ総量が 2.2kg 以下ということで、考えた場合ですね、現場で使用している砂骨材のアルカリ総量は 1.9kg ということで、2.2kg を下回っており、使用することに、特に懸念されたアルカリ固体反応は問題ではないということに至りました。また、施工時のスランプロスが小さく、流動性に配した配合ということで、24-21-20N を配合として決定いたしました。次に、トンネル復興の品質確保について、令和3年6月に改定されているコンクリート構造物の品質確保の手引きによると、施工の基本事項の遵守として、1つ目、品質かつ密実で一体性のある復興コンクリートになるように、施工状況把握チェックシートを活用しなければならない。2つ目、セントル脱形後、表層目視評価シートを活用し、コンクリートの表層の品質を評価し、必要に応じて施工の改善事項をまとめて次の施工に反映するようにしなければならないとなっております。当現場では、施工状況チェックシートを活用し、さらに表層目視評価シートを全ブロック、49ブロックで実施いたしました。次に、施工状況把握チェックシートについての説明です。トンネル特有の施工条件も勘案し、施工の各段階における基本事項を抽出したシートです。これらのチェック項目を施工計画の段階で確認し、施工の事前準備に反映させ、基本事項を遵守した施工を行うことが重要です。また、現場で行う技術提案、先ほどあった創意工夫など、
チェック項目を設けて独自のチェック施設として活用いたしました。右の写真はその時確認した時のものです。続いて表層目視評価シートについてです。脱形後目視で剥離、気泡、砂走り、砂筋、色ムラ打ち重ね線、施工目地不良、検査窓、段差など6項目に分けて評価し、各項目について4点満点の 0.5 点刻みで不具合の状態を評価するものです。現場で、実際評価した、推移でございます。現在、36ブロックまで取りまとめております。表層目視評価はコンクリートの表面に生じる不具合を項目ごとに分けて定量的に評価します。項目を分けることで定量的な評価が可能になります。不具合ごとに原因は異なり、原因を分析して次回の改善につなげることが重要です。そのため項目別に分けた評価点を安易に合計すると表層目視評価法の特徴が発見されにくい可能性もあるので留意が必要です。次に各項目ごとの推移を確認していきたいと思います。剥離評価点の推移です。トンネルが貫通した後に天板部の剥離が比較的多く確認されました。22ブロックにつきましては天板部の、切り替え後の廃車ピッチが廃車ピッチと、圧送のペースが合わず、時折打折が止まることがあり、天板部の仕上がりに影響が出ました。こうした表層目視評価をもとに、事項で改善策を講じました。まず一つ目は、剥離の原因であるケレン残しを解消するために、自動ケレン機を導入し、またケレン後に目視確認の徹底をいたしました。二つ目に、貫通後の通風対策として、天板部に風が抜けないように、養生シートで囲うことにしました。3つ目は、セントル加温養生で免除発熱帯が設置できない部分に関しまして、剥離する部分には、透光器、またはハロゲンヒーターによって吸熱養生を施しました。4つ目は、天板部の片枠バイブレーターを設置し、天板部の仕上がり向上を目指しました。片枠バイブレーターの使用時間、タイミングについても検討し、現在は天板部の剥離をなくすことに、功を奏しました。次に、気泡評価の推移です。気泡評価につきましては、打折全般につきばらつきがあり、なかなか安定することができませんでした。是正するためには、基本的な事項を遵守していきました。気泡対策として、一つ目は、一層の高さを50センチとし、防水シートにマーキングを行い、またバイブレーターにも挿入深さのマーキングを行い、打折時に気泡の抜き方を確認しました。また、気泡の大きさが比較的大きい場合は、バイブレーターのかけすぎを懸念し、Φ50 のバイブレーターから Φ40 のバイブレーターに変更し、気泡の確認を行いました。完全になくすことはできませんでしたが、気泡の大きさはだいぶ小さくなりました。その他に、セントルの外側から振動バイブレーターで気泡を抜くことをいたしました。こちらの方は改善、なかなかうまくいかなかったのですが、今後も振動をかけるバイブレーターの種類を変えて工夫していきたいと思います。次に水走り砂筋評価点の推移です。2ブロック以降比較的安定していたのですが、10ブロック以降に砂筋が確認できました。その事象について事項で説明します。表層目視評価では3段目の窓の下部分に砂筋が確認されました。写真についてちょっと見づらいかもしれませんけども、こういった、窓の下に砂筋が見えます。打折時の、確認したところ、3段目の打折口から天板部の打折口に至るときに、
一番、かかりづらいところに、なっているということで、バイブレーターの書き方が甘いということが分かりました。なので、切り替え直後の打ち重ねを確認し、職員または作業員とで勉強会でこちらの方を周知し、現在は改善することができました。最後にまとめです。一つ目、事前検討で施工時の懸案事項である船場部の重点性を考慮し、スランプを15センチから18センチに今回変更いたしました。二つ目、試験練りでは室内試験に加えて実機試験を追加実施し、実際のスランプロスの確認などを行い、配合選定に反映したことは有効でありました。3つ目、施工状況把握チェックシート及び競争目視評価シートを活用して、協力会社とともに PDCA を実行し、施工に反映することは復興の品質確保につながっています。発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。